今日はどんな話が聞きたいの？あれの話？これの話？いいよいいよ、何でも聞いてよ。お姉さんが何でも答えちゃうから。ごめんなさい、どうもパティちゃんがあなたを気に入ってしまったみたいなの。多分前の機会にきちんと話を聞いてくれたからかな。心配しないで、情報は私が調べたから確かだし、見返りも要求しないから。パティちゃんのハイテンションはまあ諦めてほしいかな。もうティアと二人で内緒話？私も混ぜてよ。混ぜるも何も新しい情報の話をすればいいじゃない。そうだな。あ、こういうのがあるよ。危険なアークスの話。アークスって一口に言うけど、みんながみんな正義の味方ってわけでもないんだよね。戦い大好き、敵味方関係ないってテンションのチームや、いちいち難癖つけてくるチームとか、なんだか思い出すだけで腹が立ってきたな。パティちゃんの支援はさておき、アークスの大多数は規律を守り正しき行いをする人たちよ。ただ組織の肥大化に伴って一部が徐々に腐敗してきているの。性格よりも力が求められる世界だし、仕方がなくもあるんだけどね。しつこいやつはほんとしつこいから、目をつけられたりすると面倒だよ。気をつけてね。